ニシーズルームのランダムキーワードトーク、今回はこの3人で挑戦していきます。はい、今からお題カードを2枚引いて、その2つのお題を組み合わせた言葉をキーワードとしてトークしていきたいと思います。メンバーカラー出ました。ピンク、グリーン、オレンジ、オレンジ、オレンジ、ピンク、ブルーです。じゃあ早速引いててください。はい、宮ちゃんお願いします。綺麗なやつ引く。せーの。じゃあ難しかった。もも難しいって。大丈夫大丈夫大丈夫、まだここがごめんごめん、難しかっ た、ダンスの振り付けとかもある。それそうね、これ。じゃあね、下そうね、せーの。はい、何？ご飯のお話。難しい。ご飯の話。あ、いいの、あるある。オッケーオッケー、じゃあ話してこ。ではキーワードトークスタート。はい、スタート、スタート。はい、どうぞ。え、ニナいつもこぼす。難しいのよ、食べるのが。そういう感じ。間違いない。あんたいろんなの自分の服の時もこぼすし、いつだったら、あーって言って、やばー。自分の服だった時に、あ、まあしょうがないかって選択するから、ね、衣装の時しかも焦りよ。なんか本番5分前とかさ、なんかポチャっとついちゃってさ、あーってなるのが似たら。あと二重スカウトでもこぼしてるから、そうじゃん。撮影の時にもこぼしてるから、この子。そうだよ、ね、あなた難しいもんしかないでしょ。何、ご飯の話好きじゃない。ご飯私の、あ、そうだね。私ご飯については難しいことが多量にあるんですよ。まず最初に食べれないご飯が多すぎる。その次、あと作られないご飯が多すぎる。間違いない。だってラーメン、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 カップラーメン、カップラーメン、カップラーメンの中にいろんなものを入れて新しくするのはうまいと思う。あ、そうだよ、この前なんかな、リゾットみたいなの作ってたやん。そうだ、いろんなものはチーズと卵入れて、その後に最後に米入れるんでしょ。そうだよ。お米を一人一人前ラーメンにぶち入れるんですよ。マジで美味しいんですよ。どれだけアンヘルシーなのかよ。最高、アンヘルシー。アンヘルシー。そうだね、まあ難しいよね、ご飯ってね。難しいご飯の話って、リク難しかったご飯の話ってほんまにないやん。え、私さ、あるある。なんかさ、例えば友達とご飯食べに行きます、でもさ、何が食べたいって言われたらさ、なんかさ、その相手が好きじゃないかもしれないじゃん。だからさ、言いにくいの難しい。わからない。その自分が好きじゃないって。まだ好きだもん、言えばええやん。違う、だって私が今ラーメン食べたい、パスタ食べたいって言っても、その人がもしかしたら麺食べたくないかもしれないじゃん。ステーキ食べたくない。でもなんかさ、気使われちゃったら困っちゃう。そんなん何でも言うのがええねん。いや、私はこれが食べたいって対決すんねん、じゃんけんぽいで。そういうこと。そういうこと。だから自分の意思を伝えるべきや。それはあなたが食べたいものを食べるべきだ。いつも何でもいいっていうのね。ダメダメ。だいたいお肉が出てくる。バイバイって言うの。だからダメなんだって。だから自分が食べたいものをちゃんと相手に伝える。それで意思。そうですよ。そう、だから、ここでもっと絆を深め合えるの。分かったわ。じゃあ難しくないね。そう、難しくない。難しく思ってた。ただ単に自分、今食べたいものを言うだけなの。だってリクもめっちゃ言うもん。うん、確かに、だからリクがいつも結構パスタ食べたいとか言ってくれるじゃん。そう、そういう時におしっと思う。そうやろ、リクよしっと思う。リクは、まあ、自分も食べたいけど、まあ、リムも好きやなと思うから言ってんねん。難しかったご飯の話。自分がめっちゃ食べたいものあるやん、これ一つ自分で食べたいってなる。ほんならみんなが一口ちょうだい。それはもう何やな。だからいや、ちょっとこれ私は全部食べたいねんけど、一人にあげれて、え、私もってなって、はい、3分経ちました。はい、まあ、よく喋るメンバーなんでよく喋りましたね。今声枯れた。それな。はい、私たちの、ランダムキーワードトークいかがでしたか。面白かったでしょ。うん、分かってる。はい、はい、じゃあ次回のニジュースルームもお楽しみに。はい、バイバーイ。 バイバーイ。